いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。南知多の豊浜にあるマルハ食堂本館に、はい、遊びに来ました。豪勢な食事が、そうですね、釣りチャンネルのオープニングとは思えない。今ちょうど潮がから揚げ潮っていって満潮に向けて水が増えてくる、入ってくる川の河口に風を狙って、今日はハゼ釣りです。ハゼ釣り、ハゼ釣り自己紹介してないよ。あ、してなかったです。はい、まかまかクラブのアンバサダーの堀裕二です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、お腹いっぱいですね。はい、丸葉食堂美味しかったね。宇都宮の東浜の流入河川、川が、これ川なんですけど、はい、ですぐそこが海で、まあ、ハゼはね、汽水域を好む魚なんで、この海の水と川の水が混じるところ、今結構水がもうだいぶ増えてきてるんだけど、この揚げ潮に乗って海から入ってくるハゼがいると思うんで、今日は市販のちょい投げのハゼの仕掛けですね。に餌はイシゴカイです。イシゴカイ、海のミミズみたいなもんかな。これはハゼ釣りといえば定番の餌、ね、右手に持って、え、右手、うん、で、これを起こして、はあ、で、これ解除するとさ、うん、糸出てっちゃうじゃん、はい、だからこの人差し指に引っ掛けて、人差し指にこの糸を引っ掛けて、あ、糸を引っ掛けて、そう、持っとく。そしたら出てかんや。わあ、すごい。後ろに倒して、後ろに人がいないか、周りに人がいないか確認して、うん、後ろに倒して、で、前にも、い、もうちょい、え、この辺まで倒して、うん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 、で、前にピュッて行く瞬間にこの指を離せば、あ、解除されるから、いけ。これ胸キュンポイントですね、今釣り後ろからどういうか違うえ、離すのは、指を離すのは前に行く瞬間。はい、わかりました。めっちゃ上手やん。お、めっちゃ遠いやん上手上手上手よ。で、あとは糸を張って、あ、張るんですね、うん、緩んでるとね、食いついたかわかんないから、巻いて巻いて巻いて、糸張った。なんか重いっすね。今そこについてる仕掛けが、でもそこについてないと釣れないはずは。あ、そうなんですね、うん、そこにいる。じゃあこれぐらい、で、この状態の時にある程度糸が張ってないと、こうやってこれだったら食いついたらシュシュッと動くから。へえ、あのね、早速本命。ほら、ユージ来たぞ。すごい。じゃん。ハゼ。こいつめっちゃ食いしん坊。針二つとも並んでる。忍耐力いりますね。この釣りはそうですね。で、たまにあんまり当たりなかったら、ちょっと動かして。ああ。すいませんね。そんな簡単にこれ食いつくもんなんですか？いれば。さっきもさ、餌2個食べてきたくらいにさ、はい、貪欲な魚だから、いればすぐ食うはず。今、潮も動いてるし。一回あげてみたら。全然回してんのに、あ、やった。餌は全く無事ですね。餌が上手に釣れましたってか。あまりね、力入れなくてね、後ろにスーッて倒したの前にポンと。そう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 、上手。これ、あ、なんかいる。あ、気のせい。なんかいた。来た。わかんない、気のせいかも。お、来たか。え、どこ？そこ。え？ああ、ついてない。ここか。かっこいいね、釣ってるって。あ、来た。いや、来とる来とる、それそれそれ来とる。え、来てんの？多分来とる。来てる？いや、全然何も引っ張り感じないですもん。ハゼはあんま引かへんでね。え、しかも何がそんな変わった？ああ、餌取られた。ほら、下の。下の餌ちぎられた。惜しい。え？なあ、これは釣りに向いてねえのかな。
センスがないのか俺には。なんやかんや成功するタイプだと思ったのに。いや、もう投げたい。あ、来た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 。え、マジ本当来たんじゃない。ギュン、あ、ついてるついてるついてる。はぁ、ハゼだハゼ。よし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 、よしやった、やりました、やった、大きい、やった、すごい、俺のより大きいじゃん。ハゼおめでとう、来てる、おー、すげえ、すげえ、やったじゃん、やったじゃん、いいハゼだったね。大きかったわ。クイックイってなってのが、うん、まだ分かってないんですが、あ、でも食ったのは分かったでしょ、ブルブルってなった、ブルブルは分かって、うん、で、もういないな、上手にね。まあ、ハゼはかかってからそんなに暴れないから。あ、そうなの。まあ、でもお見事でした。あ、よかったです。いや、多分ハゼもあんなイケメン見たことなくてびっくりしたと思います。全部それで終わりじゃない。まあ、とりあえずこれからお店戻って調理編ということで、はい、ジャンプします。せーの、はい、帰ってきました。今日はハゼ釣りでしたね。まあ、これを刺身と唐揚げにしていきたいと思います。今日もおなじみ海鮮串揚げ、マカマカ。では、よろしくお願いします。今日の釣果です。ハゼ。マハゼですね。ちょっとこの大きい方の刺身いけるかな。まあ、なんとかギリギリ。ギリギリ。かなりぬめりが多い魚ですね。そうですね、結構、はい。気になる方は塩で軽く洗ってもらうと、だいぶさばきやすかな。さばきやすい。頭をエラの下の部分と目のところですね、うん、を3本の指でこう押さえていただく。で、鱗を最初。あ、結構ね、鱗これ取れやすいかも。気持ちいいね、ハゼの鱗。はい、鱗を取ってます。頭を左に置いて、はい、じゃあここら辺で入れればいい、斜めに。なるほど、こんな感じ。はい、はい、力を入れて、ね、オスですね。よいしょ。これくらい骨が柔らかいと大名おろしとの方がいい。頭から、いや、頭からです。頭、はい、はい、中骨を探して骨に沿って取れました。やっぱついてるね、腹骨。これ取った方がいいね。あ、すごい、ね、もったいない気がする。身が少ないから、なるべく薄く、薄くそれぐらい小さいので、うん、手で剥がせるかな。分かりました。新鮮だしね。いけるかな。あ、いけたいけた。ちょっとついてきちゃったけど、もったいない。まあ、でも綺麗に。これはどうしましょう。ちっちゃちっちゃいんですけど。かなり小さいですね。はい。これはですね、こう頭のところから垂直にこう包丁を入れていただいて、はい、あ、頭を落としちゃう。落としちゃいます。わかりました。内臓はお腹をちょっと押してあげると出るので、わざわざ開かなくても。はい。あ、取れました。お、これでいいのかな、はい、ちっちゃいで。どうよ、ちょ、これ最初からこの盛り付けまで、うん、ユージが釣ったハゼを僕が触れてみました。めちゃくちゃ複雑な気持ち。慣れてないから。自分が釣った魚が釣ったのがこうやって出てるって、ちょっとそうだね、感謝していただきましょう、ね、猪木。じゃあ自分が釣ったハゼからいただきます。ハゼのお刺身なんて、釣り人の特権ではなかなか食べれないですよね、うん、どう、味はうめぇ。新鮮。新鮮、甘い、うん、うん、なんか苦味とか強いのないですね。ああ、臭みもあんまりない。なんかペロリと全然いける。なるほど、ちょっといただきます。実は僕もハゼは
数々釣ってきましたが、刺身は初です。はい、いただきます。うん。美味しいじゃん。上品。例えとしてあれなんだけど、イワナって魚がいて、川魚の、はい、のお刺身にちょっと食感とか甘みがある感じとか似てる。こんだけちっちゃいのに全然甘みがあるんですよ。そうね、本当に品のいい甘みがあって、ちょっとだけ塩つけてもらって、うん、すだち絞る。いや、大丈夫です。ちょっとお子ちゃまなんで。ちょいちょい。よし。いただきます。どうぞ。あ、骨もあるんですか。できるね。あ、おいしい。こっちの方が好き。生々しい。生々しい。おいしいけど、こっち全然。骨、あ、骨だね、骨、うん、すごいふわふわ。よいしょ、いただきます。ちょっと、あ、僕すだちいいですか。すだち、うん、すだちをね、よいしょ。ではでは、いただきます。早く、うん、おいしい、うん、あ、あ、すごいコクがあるね、揚げると身に、うん、うん、ああ、で、すだちのね、酸味がね、またちょうどいい。もう一個食べたいと思ったけど、もういません。いや、もうちょっと釣らないとダメだね。いや、そうですね。これ、純粋に食べたいと思ったね。めっちゃ美味しい。ちょっとおすすめ、店長のおすすめ、みんな、みんなどうですか。うん、銀杏って揚げるって全然美味しいんですね。ね、あの素揚げの銀杏に塩振ってとかよくあるけど、うん、串揚げはね、やっぱさすが海鮮串揚げ、なかなかのね。うん、美味しい。やっぱ衣がプラスされることによって食感がまた出て、ここから大事なこと、はい、やっぱりイケメンのここから、はい、お願いします。大事なこと、大事なこと、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。多分ずっと出てるはず。仕事増やしてすいません。